私は、ドラマや、まだ、ですね、密かにこう完成へと向かっている作品との出会いが自分にとってはこう心の震える、そしてすごく、刺激をもらう一年だったなというふうに感じますね。やっぱりブルガリアは私の気持ちだったり志を高めてくれる存在であって、ブルガリの与えてくれる夢だったり希望だったり、そういったところに私もたくさんのインスパイアをもらったので、今日はやっぱりより一層来年に向けてちょっと気持ちが高まっている感じですね。今年私事にはなるんですが30歳になりまして、すごく濃密な1年でした。初めてランジェリーの撮影に挑戦したりとか、初めて主演のドラマに出させていただいたり、本当に特別な1年でしたね。はい、憧れのブルガリのジュエリーをこんなに多く たくさん身にまとわせていただけたのは初めてだったので、すごく忘れられない時間になりました。この年の瀬にこんなに華やかな場に立たせていただいて、すごい今年1年頑張ったご褒美だなと改めて嬉しい気持ちです。ブルガリはずっと憧れのブランドでしたし、今回はセルペンティというブルガリの中でもイタリアでずっとこう知性とこう再生の神と言われたジュエリーを身につけていて、今年50代になったので、気持ちを一新して何か新たに自分の知性美をまた磨くようなことにチャレンジしたいと思ってたので、そのシンクロニシティもすごく嬉しいなと思ってつけさせていただいてます。嬉しいです。